高杉一見パントキックの蹴り方。ゆうたゆうた、ゆうたってパントキック得意じゃん。わっ、ちょっと蹴り方教えてほしいんだけど。任せて。まず一つ目、蹴る前投げる人が多いけど奥イメージ、投げたら合わせるの難しい。置いてくる、ボールを置いてくる。二つ目、姿勢、立ったまま蹴ったらちゃんと蹴れへんから、できるだけ地面と平行イメージ。実際にはちょっと斜めに刺さってるぐらいけど、自分の感覚のイメージは平行にする。ラスト、ボールの当て方は横から叩くのバツ、下から突き上げるのもバツ、斜め下にボールをこすり当てる、ボールを押し出すイメージ。この3つ意識してやってみよう。いくよー、ラゴー。